母が亡くなった。もう半年以上前に、お医者さんから生きるための体の機能が低下していて、いつを迎えが来ても不思議じゃないって言われたので、ずっと覚悟はしてたんだ。老犬で7年暮らしてたけど、その時に退所を促され、終末期の老人が入る介護療養型医療施設に移った。母とは普通に会話はできたけど、声に力がなくて小さな声で。でも、どこが痛いとかそういうのもなくて、ただニコニコして私の話を聞いてる感じだった。亡くなる1週間前ぐらいは、病室に行ってもいつも寝てて、手を握ったりすると目覚めて、少し会話はするけど基本眠たそうにしてた。亡くなった日、朝行った時は手を握ると、すすきしすら目を開けて、なんだかんだ話しかけたら、眠たそうに目をつむったから、30分ぐらい母のそばで本読んだりして過ごして、それから、また明日来たるねって、耳のそばで言ったら、またねって、弱々しい声で返事があった。その日の夜中に、病院から電話があって、到着と同時に、ご臨終ですって。病院側の配慮なのか、多分、その時には、もう息を引き取ってたんだろうと思うけど、家族の到着を待って、臨終の確認をしたような感じだった。お葬式の間、ずっと考えていたのは、母との思い出とかじゃなかった。人間って、老衰で亡くなる時は、あんな風に、本当に眠るように、ゆっくりと静かに亡くなるのかなって。本人はまた目覚めるつもりで眠たいから寝たらそのままって感じなのかなとか、痛いのは嫌だから私もそんな風に息を引き取りたいな